テレワークの規定をどういうふうに導入したらいいか、はい、このご相談がものすごい多いです。まず第一声がこれって通勤出て満額払うのと最初にきちんとしたルール付けをしないと、はい、崩れていきます。こんにちは、赤沼慎太郎です。今回は社会保険労務士のですね、宇見正人先生をお招きして対談をお送りしたいと思います。宇見先生、どうぞよろしくお願いします。今日もよろしくお願いいたします。はい、前回、6月ですかね、出演していただきまして、はい、とてもね、このテレワークのお話していただいたんですけども、ものすごい好評でして、見てくれてる方がですね、結構周りでね、いらっしゃったんですけど、はいはい、すごく良かったとか勉強になったよっていう話ね、たくさんいただいてるんですよ。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本当に。今現在ですね、またコロナウイルス、一旦こう収縮しましたけども、はい、またこのね、経済活動が進めばですね、このコロナウイルスもまた広がっちゃうみたいなことが前々から言われてましたけども、はい、まただいぶこう広がってきていると。いうところで、今日は7月の31日ですかね、はい、で初の400人台突破と。そうですね、東京都の感染者が460人を超えたと。昨日までは300人台っていうところだったんですけども、だいぶそういった意味ではこうコロナウイルスの、また拡大がね進んできてしまっているのかなというところですけども、今後もねさらにこう増えてしまうかもしれないのかなっていうちょっと可能性は感じますけども、はい、そういった意味ではやっぱこのコロナとの戦いというかね、一緒にこうウィズコロナの状況っていうのが、はい、長期戦になりそうな感じだと思うんですけども、前回ですね対談でお話しさせてもらったそのテレワークの話なんですけども、はい、やはりこのテレワークっていうのがこれからのこの働き方の、スタンダードの一つになっていくんじゃないかなっていう気はすごく知るんですね。はい、で、またですね、こう前回に引き続きなんですけども、今回もやっぱこのテレワークについてですね、もう一掘り深くちょっといろんなお話をね聞いていきたいなというふうに思っているんですね。はい、で実際にこのテレワークをですね、こう導入する上での注意点ですとか、あとは社員さんの管理面というかね、ところってたくさんいろんなポイントがあるんじゃないかなと思うんですけども、そこら辺もですねちょっと今日はぜひ、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、テレワーク、非常事態宣言が出たときに、各方面から政府も言ってましたし、あとは都道府県の知事もいろいろ話をしてました。仕事をするんであれば、テレワークをして、極力移動を避けてくださいと、いうことで、テレワークなんとか導入している会社さん非常に多かったと思うんですよね。そうですね。で非常事態宣言が解けて、だんだん経済活動が元に戻る途中で、仕事も同じような形でこう出社されて、通常のこう営業スタイルとか業務スタイルに戻るのかなと思ったんですけど、赤沼さん先ほどお話しされたように、コロナの感染者がまた非常に増えた、それで、大臣も再生大臣もお話ししてましたけど、仕事は極力テレワークと結局また今回は非常事態宣言のような自粛ということには今のところはならないということらしいですが、ただ仕事に関してはわざわざオフィス来なくてもいいようなことは、そのリモートでテレワークで、自宅等で、仕事をしてくださいという話が増えてきております。で東京都知事の方もまたそんな話をし始めまして、で実際厳罰しまして、私のところに非常事態宣言下はこうなんちゃってではないですけど、無理くりテレワーク導入したというようなことなんですが、それが解けて社員が戻ってきたんだけど、ある部分は結構そのテレワークでできるんじゃないか、ということで本格的に構築するにはどうしたらいいかということで、まず一つ、テレワークの規定をどういうふうに導入したらいいか、このご相談がものすごい多いです。そうですよね。やっぱルール作りっていうのがね、できてないと大変ですからね。でテレワークのルール作り、そんなに特別ではないんですよね。結局従業員社員の方に働いてもらうということなので、あくまでも就業規則、いわゆる働くルールの一つなんですよね。で会社で働いてる時と同じような形で、テレワークで働いてもらうのであれば、別にあえて、テレワーク規定作らなくてもいいんですよ。あ、そうなんですね。ただ、例えば、1ヶ月の出社が月1回とか2回とか3回だったら、交通費どうするのと、通勤手当どうするのと。なるほど、要は普段はその定期券とかでやってるけど、はい、そうですよね、なるほど、もうこの話が一番最初に出てきましたね。あ、そうなんです、なるほどなるほど、そっか、まあ、お金の絡む話ですしね、はい、で、まあ、ぶっちゃけの話をすると、これは就業規則にその通勤手当の定義がどうなってるかによって、はい、そっか、異なってくるんですよ。もう就業規則に定期券代は払いますよって書いてあると、はい、もうそれは定期券代で払わなきゃいけない、定期券代で払わなくちゃいけないんで、うん、テレワークであんまり来なくていいよってなって、うん、実際に来なかったりした場合は、やっぱ規定直さないといけなくなっちゃうんですよ。なるほど、だから就業規則は就業規則で、じゃあテレワークは別にこの例えば自宅で働くとか、別の場所で働くっていうような場合は、そういった時はどうしましょうかということで、それをまとめた規定がテレワーク規定になるんですよね。なるほど、その視点はすみません、私なかったですね。なるほどですね。だからまあこれは通常のそのなんていうんですかね、実費生産型の就業規則を作ってらっしゃる企業さんたまにあるんですけど、はい、要は来た時に実費かかった実費手当で出しますよ、うん、そういった場合であればそんなに手を入れる必要ないと思うんですが、そんな会社少ないですよね、多分ね。ほとんどないですね。あんま見ないですもんね。通常だったら例えば定期券代相当分支払う、で終わりなんですよ。そっちの方がまあ低コストだろうし、まあその業務というかその手続きもね簡単ですもんね。だからそこをこうどう作り込むか、もしくはテレワーク勤務規定になった場合は実費生産にすると、テレワーク勤務規定に該当する人は実費生産にすると、こういったやり方でも、これ単に実費生産にするっていうことだと定期代の方が安かったりするんですよ、ね、そうですよね。ですのでこう週何回そうですよ、ね、この辺の縛りは、まあ、実施される会社の方でいろいろ試算していただきたいんですけど、結構そういうディテールの部分で、はい、ややこしいのがそうですね。なるほどなるほど。だからまずそうじゃなくて週1回ぐらいのテレワークだよっていうことであれば、通勤手当、定期代出した方がいいと思うんですよ、でもそうですね、週4回テレワークで週1しか出社しない、これは変えた方がいいですね。いいと思いますね。大体15日前後ですもんね、その定期代のそのライン低下、そんなことがね結構ね、皆さんうわってやったものを細かく規定するにはどうしたらいいんだっていう問い合わせが多いです。さすがそれ実務やってないとなかなかそこはわからないところですね。そうですね、大体皆さんこの通勤手当でつまずくという言い方失礼かもしれませんが、疑問に思って、まず第一声がこれって通勤手当満額払うのそこが気になるんだ、なるほどですね、これが例えばその数人の、小規模の会社さんであれば、そんなに気にならないかもしれませんが、これが10人いや20人30人50人そうですねいたら、キャッシュフローの問題になりますよね。結構地味に大きいですからね、交通費の負担っていうのは。なるほど。あとですね、次によく質問されるのが、人事評価どうしたらいいの、そこね一番気になりますよね。でそもそもこのテレワークって個人が、要は一人の従業員が自分の業務に向かう時間がほとんどじゃないですか、となった場合、やっぱりこれ成果主義って、いわゆる成果物で評価せざるを得なくなっちゃうんです、じゃあそれをできない人たちはどうしたらいいんですかとか、そういう問い合わせ多いです。そうですね、その業務の内容によってはなかなかこう成果物が分かりやすくないっていうことも当然あるでしょうから、そこをねどうやって評価するのかって難しいですよね。だから総務の方とか、どういうふうにしたらいいんですかっていうご質問を受けるんですけど、じゃあ逆に今までどうやって評価してたんですかっていうことにもちょっとなるんで、あまりその辺は個別で考えてくださいとしか大きな声では言えないんですけどまああんまり評価しなかったんでしょうけどね。そうですね、一律でバッてやったんでしょうね。でも結局それだと今度個人の働きになるんで困るんで、じゃあそういったことでやっぱりこう目標、個人の目標を設定してっていう目標管理の制度を導入するとか。そうですね、そこら辺結構やっぱその人間性悪説と性善説のどっちで見るのかによってもちょっと変わってくるでしょうしね。そうですねこれはまあ性善説で言ったとしても、難しい部分があるんで、そうですよね、逆に性善説で言ってでもまあ評価上げたらいいよ、なんか成果上げたらいいよっていう考え方で割り切るか、うん、あとはもしちゃんと働いてくれなきゃ困ると思われる方は、うんはい、そうですね、ウェブカメラつけて、新クライアントの場合は、うん、オフィスのその元のメインのコンピューターが動いてますんで、うん、そこに画像で本人が仕事してる姿を映すかそれもねちょっと息苦しいですけどね、はいまあ、そういった意味でやっぱその、まあ、社長さんのキャラクターにもよるでしょうけど、はい、やっぱその、まあ、目に見えない、まあ、目に見えないというかその距離的なところで、ね、遠いからそのコントロール聞きにくいというところで、はい、やっぱこうサボってしまう社員さんがね、はい、いるんじゃないかというところで、はいはい、すごい気にされる社長さんもいらっしゃいそうですよね。そうですね、うん、実際に任しちゃっていいのかとかいけないのかっていう、うんうんうんふうに考えられてらっしゃる方いるんですけど、はい、このじゃあテレワークになったら、うんうん、もう家で仕事してくれれば OK っていうことではなくてやっぱり、うん、こういったもので、うんうん仕事するにあたっては何らかの形で会社に情報がその情報が要は社長ないしその部長さんとかの経営陣に、ある程度タイムリーに見れるようなものが、うん、今すごい技術が発達してますから、うん、そういったところであればその辺の不安感は払拭されると思うんですよね。なるほどなるほど。あとは、うん最初にきちんとしたルール付けをしないと、はいうん、崩れていきます。そこですよね、はい、最初にある程度いろんなことを想定しながら、はい、ルールをしっかりと定めないと、はいまあ、やりながら何とかしてこうやみたいになっちゃうと、はいはい、もうわけわかんないことになっちゃいますよね、はいうんだから前もお話ししたと思うんですけどテレワーク導入したら、働く時間、うん、働く内容全てお任せということではなくて、うんはい、あくまでもオフィスから例えば自宅に場所が変わるだけであって、うんうん、だから私どものところでのテレワークに関して言えば、うん、もう9時から5時まで、うんうん、9時を超えない前に、出社した報告、はい、であとは業務終了の報告、うん、これきちんとお願いしてます。なるほどですね、はいまあ、私なんかもそうですけどやっぱこう自宅で仕事していると、はいまあ、なんていうんですかその時間の感覚とかもちょっと変わってくるし、はいまあ、あとは環境が変わらないは出社とか退社がないから、まあ、どこまでもやろうと思えばできてしまう、まあはいね、パソコンがあればできてしまう仕事の時にそうでしょうけど、はいはい、そうすると、まあ、逆にこう頑張り屋さんの社員さんなんかは、うん、働きすぎちゃうなんていうこともね、はい、起こるんじゃないかなと思うんですけど、はいまあ、そこら辺は、まあ、労務系の、ねはい、部分で言えばやっぱその時間外、勤務なんかの問題もあるんじゃないかなと思うんですけどね、はい、そこら辺どうですか？うん、実際にあるのは、うん、サボってしまうんじゃないかっていうのが、うん、大きな、まあ、皆さん経営側の悩みは一つなんですが、はい、2つ目として、うん今赤沼さんおっしゃられた通り、うん際限なく働かれちゃうと困っちゃうと、はいうん、そうでしょうね、で実際にそんな人いるのって結構多いんですね結構いますよね結構多いんです頑張り屋さんの人ね、はいでいわゆる仕事の部分とプライベートの部分の境が、うん、ちょっとボーダーが不安定というか、うん、あやふやになっちゃってるケースも見受けられるので、はいそういった働きをしてしまうっていうか、うんまあ、そもそも、うん、時間でやっぱりちゃんと管理して、うんそれ以上働くんだったら残業しなさいと、はい、で残業申請出せと、うん、これオフィスにしたといるときにやってたでしょと、うんうん、それも別にテレワークで自宅にいるけど自宅で仕事するんだから、うん、残業申請ちゃんとしてよと、うん、こういった話になってくるんですよね。なるほど。結構でも思うんですけど、はいやっぱ会社にいると、まあ、何ですか仲間も周りにいるし、はいまあ、上司もいたりとかして、はいまあ、ある程度こうちょっとこう、まあ、いい意味で管理もされているところもあるから、はいはい、メリハリがつくじゃないですか、はい、家だとなんかどうしてもね、はい、そういうのがないと、はいまあ、気を紛らわす時もないとかで、はいまあ、ちょっとこうメンタル部分で、ね、ちょっとこうダメージを受けているなんて方もいらっしゃるなんて聞きますよね。あ、そうですね。コロナの影響でメンタルダウンって、うん、やっぱり多少なりともあるんです。で結局そういった意味で、うん、どういうふうにフォローしたらいいか、うん、メンタルの面も、はい、どうしてもそのテレワークになるとコミュニケーションが、うん、ね、ちょっととか、うん、これどうですかっていうような気軽な感じでタイムリーのコミュニケーションができないので、うんはい、そこはやっぱ工夫が必要になります。なるほど。例えばチャットでずっとそこのページをオープンにしといて、うん、なんか思ったことを入れていくとか、まあ、メールでも構わないんですけど、うん、そういった形のいわゆる働く環境、はい、パソコンの中なのかもしれませんけど、うん、働く環境としてコミュニケーションが取りやすい方法を考えていかないと、なんか事後報告になってその時そんな風に思ってたんだみたいなことも結構あるんで、うん、確かにそういう何気ないコミュニケーションで、ね、はい、目の前にいれば取れますけど、はいはい、表情見てね、大丈夫元気とか言えるけど、ないとそこに気づかないから、はい、本人が発信してくれないと気づけないと、はい、そうですね、そこをこう埋めるためにも、はい、まあ、チャットとか、はい、まあ、そういったところでの対応をすると、そうですね、でもそういった意味では結構上司の方ってその、まあ、普段のその社内でね普通に働いてる時よりも、はいはい、結構こうスタッフ社員さんの管理部下の管理っていうところは、うん、ちょっと難しい面がありそうですね。そうですね、だから、まあ、例えば手探りの状態だったら、うん、今言ったようなお話を考えなきゃいけないなと思うんですけど、ある程度経営側でこういうふうにやりましょうっていうルール付けをしてしまえば、そこの要はシステムに乗っかってやればフォローできるものがいくつもあると。ただまあ現場は現場なんで、現場としてフォローするっていうことも重要は重要なんですけど、まずは評価の問題とかコミュニケーションの問題、時間管理の問題、この辺をきちんと別に事務所でやってる時にルールができてないっていうことではなくて、うん、全く同じこともテレワークリモートでも同じだよっていう意識を持てばそんなに難しいことではないはずです。結局その個々 の, その上司とかそのマネージャーの裁量に任せてそういったことをするんじゃなくて、もうルールでそうやって決めてしまった方が、はい、かえって上司の方たちも働きやすいし、はい、マネジメントもしやすいっていうことになるんですね。これをやればこうだから、うん、これをやったらこうだからっていうことを、うん、要は原因と結果が結びつきやすくなるんで、その辺はパッケージングした方がいいと思いますし、確かにそうですね。今まで例えば5人とかでチーム組んだりたり、あとはちょっと小規模の会社さんって、うん、まあ、そんなにこうきちんとしなくても、そうですね、顔見りゃ分かるわみたいな確かにザ・昭和だなと思うんですけどでも確かにいちいちなんていうんですかね、ルールって決め事しなくてもまあ、いわゆる空気感でこれやっちゃいけないんだよなとか、ね、うん、そういったことがあったと思うんですけど、まあ、テレワークっていう新しい働き方になった場合はそこはちょっと考えないといけないと思います。確かにルールがない方が何となくやりやすい面もあるし、はい、あんまりカチッとするのも嫌だなっていう方も当然多いと思うし、はい、まあ、人数少ないんだったらまあお互いの気持ちも分かってるしということでね、はい、あえてルールなんかいらないってやってる方も会社も多いと思うんですけどね、まあ、そういったところはちょっとまあ色が違うというか状況が違うよっていうところなんですかね。そうですね、うん、まあ、そういった意味では、はい、テレワーク導入のためにはまあルール最初にこうきちんと決めていくってことがすごく大事だというところなんですね、はいはい、まあ、あとはそのまあ、時間外労働の問題だとか、まあ、サボってしまうとかっていうところの管理の部分をしっかりとこうやっていけるかどうかっていうところが、はい、そうですね、うん、でちなみに私ども の,、うん、法人もテレワークやってるんですけど、はい、スタッフが言うのは、うん、もう疲れたと、うん、要するに画面でずっとこうやってはい、業務やっていかなくちゃいけないし、なんていうんですかね、残業するほどエネルギーが残ってないっていう話をよく聞きます。ああ、そっかそっか。まず電話、うん、事務所にかかってきた電話はリモートいわゆるテレワーク勤務のため、うん、至急の問い合わせは、メールで問い合わせしてくださいって、うん、総務がアナウンスするんですよ、うん、そうするとメールが入るらしいんですよ、入るんですよね、はい、でメールで対応するということを徹底し始めたら、うん、電話かかってこないからすごい集中できると、はい、時々メーラー見ればいいと、でもずっとやってると疲れますっていう意見が非常に多いですまあ業務効率が上がってるから集中力も高まってるし、はい、まあ、要はその時間の濃度が濃いんでしょうね、逆を考えると今までどうだったんだよでも多分それあると思いますよ、はい、やっぱ電話とかね、あとは何気ない会話、はい、同僚とかからの、あれも結構中断するじゃないですか。そうですね、まあ、そういうのはまあ良くも悪くもあった中ではしたけども、はい、まあ、今はもうないから、はい、もうわーっと入ってくると、そうですね、もうペロペロになってるまあでもそれはそれですごい、まあ、短時間でね仕事がうまく効率よく進んでるんだから、はい、まあ、いいことなのかなというふうに思うんですけどもね、はい、なるほど、よくわかりました。もうね、たくさん聞きたいことたくさんありすぎて、はい、全然終わりないんですけど、はい、まあ、ちょっとあまりね、はい、長くなるとあれなんで、まあ、ちょっと次回にもまたいろいろと聞いていきたいと思いますけども、まあ、テレワークというね言葉が本当こう、まあ、コロナになってから一気にこうね、うん、よく聞く言葉になりましたけど、はい、本来ならその前からね働き方改革の時から、ね、あったということですけども、はい、まあ良くも悪くもこのコロナで注目度が上がっていて、はい、ちょっとこのテレワークっていう言葉が一人歩きしてしまっているかなっていう部分も結構あるのかなと思いましたけども、はい、実際今日お聞きした内容を見ると、単純に家でやればいいわけじゃなくて、しっかりとそのルールの整備だとか社員さんのケアなんかも考えるっていうところで、いろんなポイントがあるんだなっていうのがすごくよく分かりました。ありがとうございます。経営者の皆様はですね、この今日の話ぜひご参考にしてもらって、導入のね際にはちょっときちんとね最初にルール設計をするというところはしてもらいたいなというふうに思います。はいはい、ぜひですねこの内容を生かしてですね事業発展にテレワークお役立てください。内海先生、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。